トゥルチャ県は、ルーマニアドブロジャ地方の県。県とはトゥルチャ。人口は、約25万人。人口密度は30人。経平方メートル弱で、ルーマニアの県では最も人口密度が低い。民族構成は次の通り。ドナウデルタには、ロシア人と、リポバン人のコミュニティ。県の南部には、トルコ人のコミュニティがある。かつては、ルーマニアにおけるイスラム教の中心地であった。 ドナウデルタ東は国会、西はブライラ県、北西はガラチ県、北はウクライナ、南はコンスタンツァ県に接する。最も特徴的な地域は北東部のドナウデルタで県の面積の3分の1を占める。デルタには主要な支流が3つある。中央のスリナ川、北のキリア川、南のスフントゲオルゲ川である。南東には2つの関湖、ラジム湖とシノエ湖がある。 スフントゲオルゲ運河とラジム湖に挟まれた地域には無数の運河と小さな湖がある。こうした地域全体はユネスコの世界遺産に登録され自然保護区となっている。ドナウ川はこの県の西と北をめぐって流れる。西部では支流のマチン川が大ブライラ島を形作っている。ブライラの対岸のスムルダンからトゥルチャに近いパトラジャーンカまでは ドナウ川は大きな一本の流れとなっており、周囲には無数の湖と小さな運河がある。県の中央部にはカシン地アヒラノとマチン山地がある。マチン山地は400万年前の山脈の名残であり、最も標高の高いところでも400メートルである。農業と漁業が産業の中心で人口の約48%が従事している。 工業が集まっているのは大きな町だけである。観光はドナウデルタを含むトゥルチャ県の重要な産業である。県は一つの都市、四つの町、四十六の小自治体からなる。国家統計局ポップヤレイティ国家統計局ポップヤレシャデュプエトニーアーカイブド2009年8月16日アットザウェイバックマシン。ありがとうございます。